始まりました。昨日アメリカ戦、なんとユイト完全勝利、拍手しております。久米ちゃん完全勝利って初めてじゃない？ 2-0 って完璧じゃない？うん、2-0。どうですか？いえ、嬉しい嬉しい久米さん、まあ、ちょっとほんのちょっと謙虚になって 2-0 になったんで当たったっていつも 4-0 ばっかりですまあね、でもね的中したから、まあね、今のどういう意味ですか？今のどういう意味ですか？ですかいやちょっと謙虚になったら当たったっていうああそういうことね。で日本はあれ俺知らなかった、あれ鎌田、あれあいつうまいな、うまいんだ。でやっぱり俺三笘は最近ユイトのおかげで知って、後半出てきてやっぱり点取るな。で三笘あんまり最初に見た時調子いい感じはなかったですけどね。あさすがや、そういうほとんど縦に行かなかったでしょ。どうユイトから感想昨日の、あこれ面白い、専門的な、どう、あ、なんかまとめてんの感想。すごい、ちょっと何ごめん、ここ私のメモで、ね、千代さんも何メモ取ってんの？そうですよ、昨日の、あ試合のメモ、汚い字だから、あ、いい、それはでも試合のメモってこと？試合のスタメンのメモと結果と、あとユイトの感想を聞いて、あ、じゃあちゃんと言ってユイト、忘れない字、はい、まずは何が良かったの？パスが、日本のパス、ああ攻撃うま、ああと守りよく、でも攻撃パス全体が機能していた、うん、起用機か、監督良かったってこと、うん、でも基本的に今回何ドイツ戦を見込んだって感じ、背の高さとか、いやそんなこともあんまりとは感じられない、なかった、次エクアドルだし、え、そういうことか、まあじゃあ空いてるやつと、まあけどそんな、まあ要するに分かった、空いてるところ、じゃあ OK、 じゃあまあ総評はそんな感じでいいですか、うん、じゃあ来週の火曜日のエクアドル戦ですね、じゃあ行きます。まずはいつも通り、はい、選手どうぞ、うん、これ早送りしたらダメなんだよね、クレアロ、どこ早クレアロ、はい、どうぞ、変わるのかな、はい、ユイトが、もう自分で調べてるんだ、また考えて、昨日一晩でちょっと変わったの、あ、うわ、あ、そう、お風呂に入ってる時に、へえ、それ千代美さん、ちなみにユイトの一応あれですよね、よ一応昨日の夜に考えるんだね、こうやって作戦した、はい、いいかも、じゃあこれがユイトの考えたフォーメーションです。トップから、はい、もう、はい、久保が見てはい、ユイト君の考えたフォーメーションです。はい、じゃあ久米ちゃんの手直しを入れてもらいましょう。久米ちゃんの考えるクリア、まあ、キーパーは、はい、そうですね、今回権田と趣味に使ったから。使ったんで、まあ他に連れてきてるかな。使うでしょ。おお、さすがや。そうなんだ。ここまで来てる。ここ。あしも、もう年じゃない。おお、すごいさ。自分あしも使ってびっくりする。ただ選ばれる可能性はまあ高いでしょうね。
気がします。こんな感じ。あとセンター、そうですね、一番ドアン最初から出すっていうのはまああると思うんですね。おお、あ、でもユイトがなんかハクビしてますが、すごいなユイト、なんか基本的に全然ずれてないって。ではん、いいっすか、ではいきます。エクアドル戦ズバリ日本対エクアドル、3対0。おお、でもまあ日本より一応ランキングは隠したのエクアドルって。まあランキング的には下かな。まあ今回はどうですか、クレアさん。わかんないけど、まあそろそろ負けた方がいいような気がする。だってこのワールドカップ直前のなんか試合で、勝ってるとオンチャンでろくなことがないパターンが多いから、基本負けた時の方が。でもまあ意外とこう本番は、まあでもまあ調子の話しな、まあ引き締めるっていうのも。おお、じゃあ思い切って、じゃあ 1-0 でエクアドル。すごい分かりやすい。3-0の日本か。では OK ですか。まあ、いいよ、ドルゴーラブサムライブルー。